さあ行け。ん？精が出るわね、お父様。おお、マルティナ、それにお前たちもよくぞ参られた。歓迎するぞ。まあよかったじゃないの。本当に申し訳ありません、お父様。村の立て直しで忙しい時に私だけお暇をもらってしまって。いいんだマルティナよ、久しぶりに仲間たちに会ったのだろう。ゆっくり再会を楽しむといい。医師の村の復興が終われば、次はいよいよデルカダール王国の復興だ。その時は頼んだぞマルティナよ。ええ、もちろんですわお父様。愛する祖国デルカダール、いつかきっと私たちの手で蘇らせましょう。
ごめんなさい。でも、あなたを行かせるわけにはいきません。負けたよ。お前はおっとりしてるようで、こういう時は頑固なんだよな。もう決めたんだろ。だったらもう何も言わねえ。俺はお前の決断を信じるぜ。お前の手でもう一度世界を救うんだ。頼んだぞ。行きなさい。私たちはみんなあなたの意思を尊重するわ。覚悟を決めたのですね。では私の知りうる限りのことをあなたにお伝えしましょう。時のオーブを壊したとき、あなたが過去へ持っていけるのは、おそらく、あなたの記憶ともいえる冒険の記録と、あなたがこれまでに得た戦いの経験、そして、時の祭壇の周りを回っている悠久の金庫の中身のみ。悠久の金庫はあなたと共に時を遡ることができる世界で唯一の存在。あなたが時のオーブを壊した時、あなたたちの持ち物と袋の中身はこの悠久の金庫の中に入り、あなたのこれからの冒険に必要なものを過去へと運んでくれるでしょう。オーブと共に今装備している勇者の剣は壊れてしまうかもしれませんが、あなたはかつて勇者の剣だった魔王の剣を手に入れているはずです。しばらくはそれを装備して戦うといいでしょう。さあ、私の知り得ることはここまで。過去へと旅立つ準備ができたら、時のオーブの前へどうぞ。時の番人の名のもとに、あなたを過去へと導きます。前へ。待ってくれ。過去で会う俺はおそらく、以前のようにお前とは、
敵対する身だろう。だがしかし、お前が望んでくれるのなら、俺は再びお前に命を預けるだろう。何度だって勇者を守る盾になる。モン・グレイグったら、堅苦しい別れなんて野暮よ。旅立ちの挨拶は気楽な方がいいの。さよならなんて言わないわ。だってまた過去で会えるしね。あなたなら大丈夫よ。きっとどんな困難にも打ち勝てるわ。でももしダメな時はもう一度私たちを頼ってね。さあ、あなたのおじい様にその顔をよく見せてあげて。立派な顔つきになったの。なに、ちょっとの間お別れするだけじゃ。わしはお主を信じとるよ。今度こそみんなを救ってくれるとな。なんたってこのわしの自慢の孫じゃからの。私はあなたを守る使命のため必死にここまで歩いてきました。あなたと一緒に冒険した日々は私にとってかけがえのない時間。私絶対に忘れません。だからまた私のこと探し出してくれますか？さあ、時は満ちました。今こそ過ぎ去りし時へ。で止めなくては。どうかウルノーガなる者を打ち果たし、世界の未来をお守りくださいませ。
セミカ様、いよいよ私たちの使命を果たすべき時がやってきました。これから集めたオーブを携え、悪を払う力が眠る命の大樹へと勇者様を導きます。大樹は選ばれた者だけ入れる二階の地。その先に何が待ち受けてるのか行ってみないとわかりません。でもたとえどんな災難が起きたって、私が必ず彼をこの手で守ってみせます。彼は私たちの希望の光。その光がある限り世界は闇に染まらない。私そう信じてますから。だから無事に使命が果たせるよう見守っていてくださいね、セミカ様。今の聞いて！っていうか、そのごっつい剣は何よ？あんた今までどこ行ってたの？ここで長老様の話を聞いてたら急にいなくなっちゃうんだもんな。びっくりしちゃったわよ、お前。あんた一体どうしたの？そんな泣きそうな顔で見られたらこっちも調子が狂っちゃうじゃない。これから大仕事するってのに肝心のあんたがそんなんでどうすんのよ。しっかりしてよね、勇者様。きゃー、よかった、戻ってきてたのね。どこにもいなくて心配したんだから。どうしたの？さっきからみんなの顔をジロジロ見たりして。おいおい、お前ずいぶんぶっ飛んだ剣持ってるな。そんなの持ってたら悪魔の子って言われても仕方ねえぜ。まあいいや、それよりも早く命の大樹に向かおうぜ。俺もう待ちくたびれちまったよ。始祖の森の山頂にある祭壇に私たちが持つ6つのオーブを捧げれば命の大樹に行けるということでしたね。あそこの扉から始祖の森へ行けると長老様はおっしゃっていたわ。まずは山頂の祭壇を目指しましょう。さあ、長かった旅もいよいよ終盤じゃ。悪しきウルノーガを倒すためにもいざ命の大樹へ向かうぞい。ええ、うん